スターシードライトワーカーのお仲間の皆さん、こんにちは、マリアです。今日のシェアは、体の変化に意識を向けて食べ物を意識的に選ぼうということです。最近なんですけれども、特に、パンであるとかうどんであるとか小麦をたくさん使ったものを食べると調子が悪くなるっていうのが前よりもひどくなって、もうパンとかも食べるのが好きだったんですけれども、食べるとやっぱり 2,3 日お腹が張って体の調子が良くないので、もうここ数週間はほとんど食べない感じで、まあ、たまに食べてみてその反応がどうかなって見るぐらいだったんですけれども、やっぱり昨日久しぶりに食べてみたら、ちょっとやっぱ体が嫌がってるのが分かったので、まあ私はそういうのに従って、その食べない方向でいこうかなと思っています。で、今よく言われることだと思うんですけれども、情報を自分で取りに行って、まあ、自分で選ぶことが大事っていうようなことを言われてると思うんですけれども、やっぱりそれはその食べ物に関してもそうだなと思っていて、その情報を自分の中に入れて、そのじゃあ本当にそうなのかなってこう自分で試してみる、それのなんか一番いい例っていうか、それが食べ物についてだと思うんですけれども、やっぱりそのピュアじゃない食べ物がいっぱいこう出回っていて、自分の体がそれに対してどう言ってるのか、それを受け入れられる段階なのかそうでないのかっていうのは、やっぱり自分にの内側に聞かないと、自分の体に聞かないとわからないことなので、それをやっぱり今の段階でこう自分の声を聞いてそれに従った行動をしていくことが大事だなっていう気がしています。